伊藤純也さん、頼もしい。伊藤純也が囲み取材に応じ、13日に開催されるカナダ代表戦でマッチアップが予想される、バイエルンのディフェンダー、アルファンソ・デイビスについて尋ねられた際、知らないので、後で見てみます、と要点発言を口にしつつ、早いんですか？じゃあ楽しみです、と対決を歓迎していた。楽しみ、と言える頼もしさよ。普段からサッカーを全く見ないと言ってたからな、わら。プロの選手ならなおさら所属したことないリーグの選手なんて、一握りしかわからんのやろ。相手の選手の名前くらい走っておいた方が、印象はいいけどな。意外とサッカー部ってサッカー詳しくない人多いよね。伊藤純也だし別に仰天発言じゃないっしょ、わら。てかデイビスって代表でもサイドバックするのか？世界で3本の指に入ると言っても過言ではない。伊藤もワールドクラスだ。浅野のハンジフリック定期。フリックといい、バイエルンの監督や選手、ぐっそ舐められててくさ。